終わりましたね、うちらの M1 ね、在満が M1 今年終わりましたよ。敗者復活戦がね、うん、出れないんで白テント行きますからね。でも行っちゃダメだよ、完全に去年もらったあのジャケット着て白テント行きますから。2019皆さん待っててください。2019のやつだしたよね行っちゃダメだよ勝手に。だってまだコメント見てると、うん、配布がありますから頑張ってくださいって来てて、まあ言ってる人はね、うん、たまにいるよね。キュッってなったわワイルドカードが敗者復活出れないってあんまなんか周知されてないシステムだもんな、うん、あれなんで出てないのっていうね。しょうがないですよ、一度復活した命なんでね、二度は復活しないんで。本当ですよ、家で見ることになりましたな。そうですね、うん、家で見ましょう。逆に見ないっていう方法もある。ああ、まあ、その選択肢もなくはないかな。みんな裏番組知らないでしょ、だそっちを見るっていう。確かにな、そっちの感想をつぶやくっていう、めっちゃ嫌われるわ。いや、分かる、そんなことすな。自分で分かってんなら言うな裏番組たち何やってるの、分かんなくないだった。何やってるの、なんだろうな。毎年裏番組のイメージない、うん、まあ、毎年はイッテ Q とかやったんちゃう。ああ、だからもうほんとその日はさ、うん、他の局の人たちもさ、うん、鼻をじりながら作ってるのかな、ね、まあ見ないっしょM1 見ない、おじまみれのさテロップでちっちゃい「つ」とか入ったりパンになったりしてないかな。いや M1 見てないともまあそれなりにいるでしょ。それ驚きだね。いるよ、だろ、腰抜かしちゃうよ、まあまあ、そんな人見たら。友康さんと、はいはいはい、国崎さん、ランジャタイの国崎さん、うん、飲んでて、はい、やっぱでも金属さんとかは、うん、あと2年ぐらいか多分、うん、ああまたあと1年よとかなんかそういう話してたし、うん、まあ、ランジャタイさんもそれぐらいじゃん。ランジャタイさんも結構長いですよね。そう、まあ、そうなんだ。そうだからその2人と喋ってて、やっぱあそうだよなって思って、まあ、なんかハッとしたというか、まあね、1年の重み今多分相当違うかもしれないなという。まだ意外とまだありますからね、俺たちね。例えば2010年みたいにいつ終わるかもわかんないですからね。ほんとそうなんだよ、はい、あれ震えたよな。震えるよあれなんだよあれって終わったって目の前でほんと主人公死んだみたいなさ、えっていう、どうやっていくのこっからみたいな、何があるかマジでわかんないからね。 R1 みたいに15年ですって言われる可能性もある。だから10年以下とかもあり得るわけじゃん、こっから。あの発表は酷でしたね。いきなりやってくるんだからやっぱ、うん、あの人たち、うん、怖いですから、うん、いけるうちにね、うん、行きたいですよね。口開きながら言ったぞこいつこの噛めるだろうなの想定の大口で開けたまま喋ってたよ。ごめん、どっちだっけ分かんなくなっちゃう飯なのか喋るなのか馬みたいなまつげしてるよね、西田って。言うな、そんなこと。なんかこう、本当に埃が多い場所で育ったんだろうなっていうまつげ。土ぼこりや。でもなんか、あのまつげ褒められんのかっこいいって言われるのと一緒ぐらい喜んでそうやねんな。わ、わかる、西田ね。でも長くたってね、何のメリットもないですよって言うじゃん。そう、それがムカつくんで、ここまでがセットなんです。そう、かわいくないよまでがセットのこと一緒だよね、うん、長くても何のメリットもないんですよね、うん、めちゃくちゃメリットある風にさ見えるじゃない、まつげ。その女性からしたら思わないよ。いやいや、思うんだよ思わない、女性の代表であれば、あれ思わないですよね。誰がいるんだよお前、思わないですよ。セオリー通り行かない。じゃあなんかその思うんだってみんなね。思わないです。はい、そうそう出せ、トークがそうそう出せよ、やめろお前。みんな思うというソースを出せ、何年のやつだ、2チャンネルのから、何年調べてどこのやつだ。いやでも本当俺知らないよ、俺本当に長い、長いだけだけどね。そのなんか女性からすると羨ましいじゃない、長いマスク。別に羨ましいでいいだろうまくいかへんななんで噛み合わないんだよそのまつげが俺長かったとこでさ、うこにキャビアのさみたいなさ、そのなんか何の意味もないじゃん。さて、うんこにギャビアの下みたいな、うん、ウコンって言ってました最初。ウコンって言ってたよ、ウコンって言ってた最初。ウコンって言ってたよね、なんかいい、ちょっと噛んだな、うん、詰まった。
ウコンにキャビアは意味あると思いますよ、体にいいから。面白くない、それ1年生からやってるかね、お前。で1回も受けたことないよ。改善しろよ、 PCDA を回せ。 PCDA 知ってるよ俺。言ってみろ。 B、うん、ペッパーケーブペッパーケーブ、うん、そうだよ。そして C、アイドルの名前みたいなやつ。そうやってすぐ下ネタ逃げるでしょ、ダメだよ。感謝ですね、でも皆様には。本当に感謝ですよ、何の話の流れできてるんだよ。いや、ココクリが出たから、もうまあね、うん、ココクリってなんだよ終わります。なので来年はもうとにかくストレートで、うん、ストレートですね、上がります。そして今年は本当いろいろと、うん、応援していただいてありがとうございました。ありがとうございました。おかげでとても楽しい思いができました。ありがとうございます。楽しいだけじゃダメなので来年は行きます。お願いします。たくさんライブも、はい、もうここからあの令和ロマンともねツーマンやりますけど。やりますね。そう、決勝も3日後にやりますから、ツーマンライブすごいよね、早いよ。ネタを下ろそうっていう話になったんで、我々のね進化を来年楽しみにしていただけるとありがたいでございます。ちょっとまずテレビの仕事増えてきたけれども、うん、やっぱり漫才が一番楽しいですから、まあまあまあ、そうそう、漫才見てもらうために出てるところもありますし、もっと新しいこともしたいですしね。やりたいですね、うん、西田があの本当太鼓叩くようなツッコミとかね。あ、俺か、うん、あ、こういう感じ、そうそう、とか、うんうん、もういいし、確かに、うん、あとやっぱ誰も否定しないツッコミとか、うんうん、でもいいし、確かに、うん、なんかそういう感じでもいいんじゃないかなって思って俺が赤ジャージ、うん、で、さすが青ジャージでギター持ったりそれしてもいいし、こう、こう回ったりとかして、そうかしてるし、おーって言ってもいいしね、うん、そこ落語家の方にね、お前が、お前たちが出るとこじゃないよなって言われちゃったり、言われちゃったりしたいしね。そうだね、うん、ズババズババズババとかね、うん言ったりとかもしたいですし、確かにな、一通り話聞いた後に思いっきり頭突っ込んで、お前なんとかだなとかね、確かにね、いいよな、ああいう突っ込みもいいですし、死んでもいいもんなそれは唯一批判されるやつだろ今この年にやってM1 で唯一なんか良くないとされちゃうザ・パンチさんね、あんなに笑ってたのにな、あんなに面白かったのに、うん、ザ・パンチさん、あれが一番笑っちゃったとこあったよな、あの年、あの年面白かったの ね、何があるか分かんないもんですけど、まあ、まあ頑張りましょう、どこで終わってんだよザ・パンチさんの話して終わっちゃった面白かったもんね、面白かった、 M1 ってさ、その決勝って最下位取るとさ、うん、もう全大会の最下位みたいな扱いになるじゃん。確かにな、あれひどいよね。いや、もうだいぶ上だしな、もうほんとそうよ、このピラミッドのここなのに、なんかうわーみたいな、最下位だみたいな、ね、なるっていう、1回戦負けより恥ずかしいみたいなね、不思議な、もっといますから。我々はもう決勝にストレートできるようにこの1年、いや、ほんとね、磨きましょう。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きお願いします。お願いします。